から相手本拠地での広島3連戦が始まります。リーグ戦再開後は初対決になり、そしてこのチーム交流戦で多く負け取ったんよね。おかしいな、こちらのリーグには強いチームしか集めていないんですけど、その強いリーグの強いチームがなぜ弱いリーグの弱いチームにこれだけ負けてしまうのか、おかしくない？そしてそんなチーム負けて物語の終わりを迎えるっていうのが最もおかしなことなので、そんな瞬間をこの動画で迎えないように。また状態いいリリーはたくさんおんのよね。今日は簡単に勝てる1日になるかなと思ってるんだけど、対照的にヤーシュが状態悪いやつおんよ。まず山田に関しては変えていいな、マキで OK で、あとキャッチャーに関しても普段は中村を起用してるが、どっちにしようかな。まあ大城打つ分期待できるんでこっち起用し、ヌートバーの状態も悪そうかといって、代わりの近藤も状態悪いのであれば、まあそこの起用は特に変えることなく、誰か一人が状態悪いからといって負けるチームではないし、負けるような相手でもねえから、いとも簡単にたやすく勝利を積み重ねていきましょう。何も難しいことではないから、早くいつも通り得点を取って、まあそこを俺がやるっていうのもいいですけども、基本的に中盤終盤にね、何かがあった時に備えていつもいるので、まあ、いきなり2点取る始まりまでになりましたね。そらね、相手はね、交流戦でセ・リーグ相手にいっぱい負けたチームですからね、そんなチーム相手にいきなり先制点を取られてビハインドでも展開を作るようなことはこの3連戦一度たりとも一瞬たりともないわけであって、この試合にも当然ないわけですよね。ただ言うても2点のまま来てる、まあ佐々木朗希から言わせればその2点で十分かなと思ってるんですけども、そうじゃないのかな。あと1打が生まれず1点そのまま試合は終盤へ。求めている展開でないことは確かですね。引き続き佐々木朗希には7回裏を投げ切ってもらって、このあと得点が入るという展開はなく、まあこのままもう9回ですね、やるとしたら。で戸郷が今マウンド上がってる状態の良さもあるんで、まあそこも大丈夫だと思いますけども、しっかりと抑えてくれて得点が必要な9回のもと、いやまあこの1点差守ったら勝てるんで必要はないけど、何かが起こった時、いつだってそのリスクを考えながらこのシリーズってやっていかないとダメだって、前線全勝目指してるわけだから、勝てない可能性パーセンテージっていうのは点差が少なければ少ないほど大きくなっていくわけなんだね。だからこそここで得点を取れるのであれば、いや通らなきゃなんだけど、まず誰かを出してその後繋いでいって得点を取る。よしよし、源田が出たね。一番のヌートバーがやっぱ今日状態の悪さが出て、そこで繋がりを立ってるような気がするな。下位打線は繋いでくれてる。ほら大城源田と出塁はできてるんだけど、ヌートバーが4の0で全くバッター当たってない。やっぱいい選手でも状態悪いと打てないってことになりますからね。またそれは俺が操作した時にも同じことが言える。本来の能力が発揮されずに当たらない、その当たらない当たらないを積み重ねて、ここでもランナーのいるケースでの打席が多かったんだけど、まあいいか。この後の大谷翔平相変わらず打っててね、まあリアルでは投手で怪我をする、野手ではねまだ出れますし打ってますけどもね、変わらず打ってます。なんなら怪我後の方が打ってるんじゃない。ただ投手大谷というのはリアルでは今季絶望になった。このシリーズではそんな瞬間を迎えないよね、絶対ないよ。てか投手で怪我したら野手で出場できなくなりますから、ゲームですからね。まあゲームですからっておかしい、それが本来普通なんですけど、なんで大谷翔平出とんねんっていうあれがおかしいんだよな。こっちが正常なんだよね。まあどうであれ野手の怪我も投手の怪我もひとまとめにされて出れなくなるんで、そんな瞬間を迎えないよ。ランナー2人ためて吉田正尚で返したいですね。あーでも当たらない、うまく当てれる相手だし、当てれる打者を使ってるんだけど、この V スラが若干厄介かな。合わせてスタンドまで飛ばしたらさぞ気持ちいいだろうね。やりたいな。うん、でもボールが多い。ここもフルカウントじゃない、スリーボールというカウントで、あ、打たんでよかった。今フォアボールでランナー満塁のチャンスだった。もったいないね。なんで打ちに行ったんだろう。で最後外れてボールのフォアボールで岡本和真を迎えて、状態はいいんだけど今日打ててない。でもここで打つために打たなかった、そう強引に解釈してここで打ちましょう。得点を取れれば簡単に勝てる世界を作ることができるんだけどもね。え、追い込まれてここから何ができる。またフルカウント、わーつで、ここから押し出しのフォアボールとかあんの。あってくれたらないね、ないね。打たなきゃダメだよね。なんでランナー満塁の状況で押し出しのフォアボール狙ってんの。打ちに行く姿勢が大事でしょ。で、打てなかった。一定差を守る必要があって、相手2番の秋山翔吾から始まる。もう戸郷で行きましょう。このままね。いけるんで、状態の差もある。変える理由が見つからない。まあ、守護神は湯浅なんですけども、今日は出す必要がないかな。このまま戸郷で抑えて、ゲームセットで一定差を守りきる。広島相手ね、交流戦で全く勝ててない。そんな奴らを相手にわざわざ一点差で勝つ必要があるのかって言われたらちょっと微妙だけど、もしもの展開に備えてね、守備固めは送らないおこうか。今吉田を変えておこうかなって考えたんですけど、何か脳裏によぎってきた映像、それが見えたんでちょっとやめとくわ。なんとなく
延長のことは考える必要はないけどね、抑えたら勝てるんだから。まあでも位置を変えずにこのまま新助っ人のバトンですね、この物語で加わった外国人に打たれることはなく1点差を守って勝つ。理想通りの勝ち方とは程遠いですけど、とりあえず勝てばいいシリーズなので、今日も勝った、明日も勝っていく、明後日だって勝っていく。広島相手負けるものを見せたくはないし、見せるつもりもないし、そんなもん見せれるわけがないでしょ。どうやったら見せれるんでしょうかね、わかんない。相変わらずノリノリを生かして抑えてくれた。まあこの1点も正直惜しいけどね、1点も与えずに抑えれる状態だと思うし、そういうこと期待してたんだけど、そしてそのノリノリのいいピッチングの後に覚醒というイベントを毎度毎回期待してるんだけど、その俺の祈り願いに応えてくれる佐々木朗希はおんのかな。このニュースは誰の何の。バウアー横浜にいるね、全治2週間の片痛。このシリーズでも対決し、そのバウアーを攻略して勝ったってこともありましたけどね、リアルと違ってこのタイミングで怪我。そりゃいろんな環境が変わったわけだし、2年間ね全くプロの舞台で投げてなかったわけですから、このように肩を痛めるとかいろんなこと起こるのが普通なんですけど、リアルなバウアーがおかしいね。何の怪我することもなく日本球界に完璧にアジャストした上で短い間隔で投げてる化け物だね、間違いなく。続いての2試合目、大谷翔平が先発で、さっき言った通りリアルではね投手で怪我をしてしまい今季絶望、そしてこれから二刀流でできんのかという、まあいろんな不安な未来も見えてきてますけど、この世界では相変わらず万全な、投げれる、そして打てる大谷翔平がいますから何にも不安があることはない。相変わらず状態のいいリリーバーもいるので、今日もまあこの辺の力を使いながら、あとは状態のいい選手をこうやって大谷も並べているので、前日はたったの2点しか取れず重いのか苦しいゲーム展開になったけど、今日は違うよね、簡単に勝つ。そのためには俺がわりかし早い段階で、あ、やらんでいいですね、やっぱやらんでいいねんな、なんか早めにやらなきゃやらなきゃっていう思いがあるんですけどね、うん、でもなんかやる瞬間がないというかね、勝手にやってくれるんで、そこで俺やることあんの何もないで、結局何もやることなく終わることが多いんですけどね。ここも、うん、また1点チャンスはね前日と同じく作ってるんだけどね、マーキー状態の良さを生かしてホームランを打つのはさすがって感じですね。もうずっと二塁手はマキでいいんじゃないかな、山田がなんか状態悪いんでね、状態悪いから外してマキをずっとここ最近は起用してるんですけどね、まあ、マキは打つ分は期待できるんですけど、守りがあれなんでね、やっぱ守りない選手は負けちゃダメなシリーズ、勝たなきゃダメなシリーズ、ちょっと怖いかな。試合はもう7回を迎えて、前日と同じ2点しか取れず、大谷翔平が守ってくれているのでそこはいいんだけど、抑えてくれてますね。7回完封、山川のホームランドスコイを決めるね、戦力ですよ、頼もしい。さあこちら守備固めを送られて完全勝つパターンに入りましたね。そして大谷翔平のここまでの投球内容を見ていくと、105球もすでに投げている、内容もパーフェクト、だから結果もついてきている。この体力であればまだ投げることが可能で、バイオンちゃん完封も目指せるし、本人もそうしていきたいなとは思ってるんじゃないかなと思うんだけど、このシリーズにおいてはそこでしっかりとブレーキをかけること、エンゼルスの上のようにならないようね、あそこでブレーキをかけなかったから大谷翔平がってことになったんでしょう。無茶すれば絶対怪我につながるわけなので、もうここはピッチャー交代といきましょう。本人が投げたいと言っても、上の立場からお前は投げるな、ノーだ、これはチームスポーツだ、お前一人勝てばいいんじゃないよと忠告をねするかのごとく、ここでピッチャー高橋宏斗、大丈夫、後を支えるいい世代のやつらいるんだからね、何も心配はない、問題もない、このまんま9回を迎えて、そして俺もいる、あ、俺はいらんでええか、うん、大谷からしたら俺はおらん方がええかなって感じなんでしょうけども、うん、まあでも俺もいるからね、一応ヌートバーもいるんで大丈夫、何も不安があることはない。結局なんで大谷翔平が怪我したのかっていうと、さっきも言った通り本人が無茶をしたからですよね。もっと休みを取るべきだった、二刀流であれば、そしてやっぱ投手のケアっていうのをより良くしておくべきだった、でもそれができない環境にもあったんじゃないかな。本人はどうしてもやっぱプレーオフに出てワールドチャンピオンになりたいという思いがあったからこそ、やっぱ無茶をしたと思うし、そういう状況を作ったのは誰だって言わせしたらやっぱ周りなんですよ。もちろん大谷翔平自身引けなかった部分もある、本人のまあミスとかそういうね事情もあるんだけれども、これはやっぱ周りの環境が良くないだと。で、侍ジャパンはどうですか、大谷翔平一人を無茶させてますか。そうじゃない、大谷がいたから勝てたゲームもあるし、まあいなかったら多分続いてないなと思う瞬間多々ありますけど、でも大谷がいなくとも勝ってきたチームでもあるからさ、これからだってそうですよ。大谷翔平には休みを適度に与えながら、まあこの後野手ではもう起用することなくね、投げた後に関しては疲労回復も兼ねてっていうのをこれからしていこうと思っているので、当然休みを与えて、出ずっぱりの方がおかしいよ。日本球界みたいな二刀流での使われ方であればメジャーで、まあこのタイミングで怪我なんてことはなかったんじゃない。メジャーのあの過密日程で移動もかさばる中ね、投げた後当たり前のように出る、そして投げる前にも当然打者として出る、なんならあれだよね、なんだっけ、ダブルヘッダーで連続で出てましたよね、完封した後に。よく言われてるのはそのダブルヘッダーのせいもあってかみたいなことも言われてますけどね、怪我したのは。この世界でも同じような二の舞には絶対ならないように、あ、まあこういう月見ちゃったらね、いろいろと不安になると思いますけども、いや天才との状況の月やからね、5点差ある中の1つ月って何にも悪いことなんてないからさ、大丈夫大丈夫、気にすることはないし、これ1つ見て俺頑張らなきゃなんて思う気持ちも必要はない。この後平気で打てますからね、追加点ゲットだぜ。
あとはこのまま高橋宏斗で抑えてゲームセットといきましょう。点差がある場面で抑えられない投手ではないだろう。まず1つ奪うことができた、あと2つ小園を相手に奪えるか。奪えるよね、これはピッチャーが取って簡単に、いえいえ大丈夫大丈夫、強いからね高橋宏斗は。強いチームであればよりその強い投手は強い数字を残すから、これも元いた球団だったらそうじゃないんでしょうけどね、米とか食べれずにね、まあいろいろと苦労することもあったんでしょうけど、このチームの高橋くんは強い、だからチームも強い、だから勝っていける。大谷一人に背負わす必要なんてない。こうやって怪我するリスクを一つでも回避したことによって、当然この後ニュースで大谷翔平が怪我して今季もう投げれません、出場できませんなんていうイベントがあるわけもなく、もちろんそれは絶対ではないけどもね、時にはまあそういうこともあるんでしょうけども、この試合に関してはそういうことは、え、おか、もうどう全治約3週間も肉離れ、そうだよね、現在4番で、そしてこの物語で大谷翔平以上に打っていてリーグの本塁打王な、君がこのタイミングで抜ける、大谷翔平の怪我はないけどお前が怪我したらあかんや、意味ないや、なんだこの何の前の毎回ふざけんな。この怪我により走力も E の47から E の44に落ちるというね、ただでさえ鈍足で足遅くてお前足ついてないんかって疑うことすらある、その岡本の走力はまた落ちる、そして今怪我して使えない、これから3週間約1ヶ月の間あまりにも痛すぎる離脱なんですけどね、さらにカードの3試合目なんと雨天中止で行われることがなく、これはまた先延ばしということになりますね。いろんなことありすぐるでしょ、岡本怪我するわ、さらに試合行われず雨で中止になるわ、なんだこれ。改めてここまでの岡本の数字を確認していくと、66試合スタメンで全て機会を与えてきて、打率は3割2分8厘235打数の77安打、2塁打4本で本塁打26本は現在チームトップだし、もちろんリーグで見たってトップなんですよね、圧倒的な数字を残してる、打点74打点、得点圏の強さもあって、そういう場面で実際打ってくれているし、頼もしさしかないわけなんですよ。併殺の数11個はまあそれだけの機会があると強引に解釈しましょう、別にいいんですよそこはね、その分打ってくれているので、 OPS で見たって10割でチーム全体2番目、上には大谷翔平がいるんでね、まあまあまあそこと比べたらちょっとあれなような気がしますけど、いやでも大谷翔平のおかげで勝てたゲームもあれば、当然岡本のおかげで勝てたゲームっていうのもいくらでもあるんですよ。そんな岡本和真がこれから使えないっていうのはあまりにも痛すぎるイベントですよ。これで今季2人目ですね、うちから肉離れな選手が出てくるのは、シーズンの早々源田が肉離れで同じように使えなかったですけど、同じように岡本和真も使えないという恐れていたことが起こった。確かにここまで多くの勝利を積み重ねてきて66試合66勝ですよ。そして75戦残ってますけど、それも同じように75勝上げていけばいい、今と同じような環境でできるのであれば、前線全勝というのはそこまで難しくはない、それだけ侍ジャパンが強い、当然ですけどね。でもこういうことが起こるとその確率ってだん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 下がってくる。実際岡本が抜けたことによってチームにとってものすごい大きな穴が生まれたわけなので、とりあえず怪我してる間1軍に置いておくメリットがないので、もう2軍で完全休養に切り替えて怪我治るまではということになりますね。そしてもうこれ2軍には野手が誰一人いないんですよ。一つ空いた枠に関しては今2軍にいる投手っていうものを誰か上げていこうかな。この山崎でいいかな。なかなか機会出番を与えることはなく、能力はある、緊急招集されてね、本戦から緊急的に参加した選手ですけども、このシリーズでもこのタイミングで1軍に上げて、まあ機会を与えていくみたいな感じでいいんじゃないでしょうかね。もちろん岡本が復帰次第ね、もうすぐに岡本を上げていくことになりますけど、接戦時で任せるのはちょっと能力的に怖いかな。他にいい投手がいるからね、別お前を無理して接戦時で使うことはない。まあ一旦敗戦処理とか点差空いてる場面の大差で投げるみたいな感じでいいんじゃない。オーダーも当然変えていかないとね、これまで4番起用だった岡本和真ですけども、まず一塁手に関してはもうこれ山川でしょうね。その山川もね打ってくれている、実際このカードでも打ってくれているので、これからはスタメンで機会を与えていくことになるが、ただ4番はないな、率が低すぎる岡本と違って。こういう選手っていうのはどうだろう、まあ6番か、まあそれくらいに置いておくのがいいんじゃないかな。でこれからの4番に関しては鈴木誠也、でもチャンスの弱さがあるから鈴木というよりか、ここはやっぱ村上に任せることになる。実際日本の4番はこいつだったでしょ。この物語では2割3分9厘16本45打点と、あれでいつの間に打率下げとった、2割8分は最低でも打ってた記憶があるんだけど、ただ能力は当然ありますしね、チャンスの強さもあるので、鈴木誠也よりかは4番向きで、まあ今あれですけど、これからは打ってくれるかもしれない。やっぱ4番にすることによってね、本人もなんか意思が芽生えてより打つようになるかもしれないし、いや、やっぱこの上位打線と比較して、俺なんてと下へ落ちていく村上、まさに今いますけどね、この世界でも居続けるかもしれない。とにかく信用しましょう。でこれ上位からずっと左が
並んでるんですけど、いやもう関係ない、打てる左がいるんだったらそれ全部いいんですよね。無理から右左をジグザグ並べる必要なんてないですから、もう打てるやつを上位から並べていく、それが野球の基本であり、それができるチームが強いと思うんで。衝撃的な事件が起こりましたけども、このカードに関しては3試合目雨天中止で行われることがないので、このまま終了して、次回阪神3連戦が予定されてますけども、この戦いをプレイしていこうと思います。本当予期せぬことっていうのはこれからも起こり続けると思うしね、怪我っていうのはどうしても避けられない、もちろん確率を下げることはできる、だから大谷翔平はあのタイミングで変えたんですけど、その代わりに岡本が怪我するっていう、これからだってそういう戦いにもなっていくと思うので、興味があれば引き続き次回も見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。